りフォークソングフォーユー、4月11日木曜日、時刻は夜8時を回りました、うん、この時間は名古屋フォークソングフォーユー、名古屋でございます。エリでございます。名古屋エリでございます。今日も池袋 FM からお届けいたします。はい、お願いします。さあ4月2週目に入りまして、東京は桜の見頃を迎え、そして散っているというね、散り始めているというか、そういうタイミングでありますけれども、ね、あっという間よ ね、 ね、桜のシーズンってのは早いもんすね。もうあれだけ楽しみにしてたのにさ、うん、早い早い早いね。もう1日経ったらあれもうこんなに散ってる。そう、またね、とにかく今年の桜に関しては、うん、天候に恵まれなかったっていう ね、 そうね、関東はですよ、うん、なんか開花したのにすぐも雨ねえね、まあ毎年そうだけどさ、だいたい桜が咲いてる頃に一雨降って雪降ったりさ、雪も、うん、まあ、そうだけどさ、あと風が強くてとかさ、冷たい、そう、冷たい雨が降ったりするんですよ、ね、散ったりはするんですけれどもね。このラジオを聞いてるそこのあなたのお住まいの地域は今どんぐらい咲いてるでしょうか、うん、ね、もう終わったよところもね、あると思いますし、これからだよというところもありますし、ね、今まさに満開ですというところも ね、 ね、あると思いますけれどもね。でもなんかこう明るくていいよね、桜咲くと。そうね、確かにね、やっぱ綺麗、なんかこうワクワクするよね、うん、こう桜前線がとかいうニュースを聞くと、うん、あ、そろそろ春なんだなというか、うんうん、春本番になるんだなっていうさ、本当、うんうん、そう、ね、なんかそんな気がしますけれどもね、うん、やっぱこうね、春になるといろんな花が咲き始めるじゃないですか、うん、そうだ ね、 ね、やっぱ冬の間っていうのは、うん、なかなかこう花が咲かなかったり、うん、まあ、見ないじゃない、うん、そうだね、うん、だけど春になって夏になってってくると、いろんなお花がどんどん咲き始めたり、うん、それこそ虫もそうですよ。そう ね、 ね、色とりどりだよね、虫がちょっといろいろ出てきたりとか、うんうん、やっぱりどんどん植物も動物もさ、はい、なんかこう動くぞという、そうだ ね、 ね、そういう時期になりますので、なってきます ね、 ね、人間もやっぱやるぞっていうパワーがこう出てくるような時期にでもあるのかなと思いますけれども、まあ、桜を見ながら一杯ね、はい、ちょっとウーロン茶なんかでも飲んでさ、ウーロン茶なんだそのねお酒じゃないんだね飲めないからお酒、うん、まあ、ミートゥーですけど私も飲めないですけど、ちょっとしたなんかこうスパークリングとかも飲めないから、うん、全くダメなので、炭酸もちょっと苦手なので、うん、はは、まあ、乾杯はウーロン茶でいいかなって。いいじゃないですか、ね、それで健康的でいいじゃないですか。そうそう、でやっぱこう春だし、はい、ちょっとこうお昼のねランチなんかも、うん、まあ、いつも室内で食べてるんであれば、うん、ちょっと外出てベンチで食べてみたりとか。そうね、それもね、気分転換になりますからね、うん、そうそう、リフレッシュになりますね、うん、なんかそういうのもいいなと思ったり。うん、そうね、うん、何かこう桜についての思い出とかなんかあります？桜についての思い出は基本的にはいつもなんかこう満開だよっていう時に、うん、なかなか満開の桜が見れない。あはははだから、その場所に行けない。なるほど。一回ね、千鳥ヶ淵に行ってみたいんです、私は。ああ、そうなんですね。行ってみたいのに毎回行けないんです、うん、綺麗ですよ。でしょ、すごい綺麗ですよ。いや、だから見たいのよ。そのタイミングに時間を作ってください、うん、はい、うん、はい、来年頑張ってください。頑張るいや、だから夜桜っていうのも見てみたいかな、うん、やっぱあんまり夜桜っていうのをわざわざこう見に行かないので、うん、場所によってはライトアップされてたりしますからね。そうそうそう、まあ、近所の桜とかね、うんうん、学校の桜とかさ、はい、それまあいろいろ見れるけども、うん、夜桜ってライトアップされてると全然違うじゃないですか。全然違いますね。だから目黒川のさ、はあ、あそことかさ、はあはあ、有名じゃないですか、毎回テレビでやって。ああ、そうなんだ、うん、そういうところがあるんですか。行ってみたい。なるほどね、うん、だからね、所沢にね、うん、ちっちゃい川があってね、その横をずっと桜が咲いてるんですよ、うんうんうん、はいはい、東川ね。で、そこがライトアップするんですよ、うんうん、まあ、それがね、毎年綺麗でね。綺麗、私も行ったことあります。赤ちょうちんと桜わかる、最高じゃないですか。でもあそこはね、すごいです、うん、あの東川の、うん、あの桜並木は半端ないです。いいですよね、うん、個人的にあれ、目黒超えてないって思いましたもん。なるほど、それぐらいですね。目黒川超えてないって思うぐらい、あ、すごい綺麗。あとはなんだろう、うん、僕自身は子供の頃に通ってた学童の庭に咲いていた桜の木があって、うん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 、それが2本あるんですけど、うん、そのうちの1本がなんでか釘がいっぱい刺さってるんですよ。え、それがあの釘、おびただしいぐらいに釘が刺さってるんですよ。え、どういうこと？わかんないですけど、え、がっつり、がっつり刺さってるんです。それはもうね、大丈夫、刺さっ
ってる釘がもう錆びてるぐらい、だいぶ結構、うん、そうだね、だいぶ、まあ、月日が経ってるんじゃないのかなっていう釘があって、なんだわら人形でも落ちてないよなとか思うんだけど、それはさすがになかったけど、わら人形があっても嫌だけどないのも嫌だけどね、その釘だけあるっていうのも嫌だけどね、か誰かの多分いたずらなんだけど、その桜が子供の心になんかこう好きでね、でよくその桜に登って、うんうん、で登るとねちょっとね枝分かれしている太い部分のところに座れるっていうかね、うんうん、ちょっと ね、なんだろうな、寝転がれる感じの安定してる部分があったんですよ。あら、そこで腰掛けて、ね、で、まあ、うん、寝転がるような感じにして見る景色がすごく好きで、まあ、そんな遠くまで見えないんですけど、うんうん、それが好きでね、よく登ってたりしたななんていうの思い出しますけどね、うんうん、なんか木ってすごくいいよね、なんかパワーもらえますよね、そう、木をこう抱きしめたりさ、うんうん、木に触ることって、まあ、大人になるとなかなかないでしょう、ね、まあ、子供の頃は確かに木登りしたりとかもしたし、うん、こう木を使って遊んだりとかもしてるから、うんうん、木に触ることが多かったんだけど、うん、なかなか大人になると、まあ、見るだけとか、そうだね、そういう触れることがなくなるじゃない、確かにね、うん、でもやっぱこう触れてるといいよね、場所によってはその神社ってだとか の、 その境内にあるその御神木みたいなのにこう触るとね、パワーもらえたりそうするとか、悪いところが良、ねね、くなりますなんてそういうのもあったりしますけどね、それで思い出すと上野の不忍の池のそばにね、うんうんうん、お寺かななんかあったんですよ、うん、で そこに散歩に行ったタイミングがちょうど桜満開で最高じゃん、で八分咲きがまあ満開、うん、で九分咲きになってしまうと満開っていうよりはもう散り始めるので満開っていうのは八分咲きを言うらしいんですけれども、うんうん、でその、まあ、九分咲きだったんだろうね、うん、風がパーって吹いた瞬間に桜吹雪がわーっとなりましてね、あれは幻想的でね、神社の境内で、いやいやもうそういう時にさ何にもないんだよね、なんだよ、そうだからもう心のスナップをね、あら残しましたけど、かっこいいこと言っちゃってあれは良かったなとかね、いいね、いい情景だね、そこはね、そう、あとは僕が住んでいたひばりが丘、うんうんうん、でそこでね団地声優っていうのがです、おうおう、ごめんね、すごいあのローカルの話なんだけど、ありますね団地の声優ね、あそこ ね、 ね、うん、そうね、ここら辺住んでないと分かんないじゃんっていうねごめんねそういう話で、あのそこがね今はもうねマンション地帯になっちゃって、うん、そうだね、綺麗になっちゃったもんね、桜がもうほんとなくなっちゃったんだけど、昔は桜祭りっていうのがあったぐらい桜が有名な場所だったんです、綺麗だった そこの桜並木は、そこもまたね、うん、いい時期に通ると、うんうん、自転車でこう走ってたらさ、うん、桜吹雪でわーっと、あーいいねいいね、もう花びらで前が見えないぐらいの、あ、いいね、わざとなんかもう上からかぶっちゃったりしてね、最高ですよね、いいよね、そうね、あら、まあ、そんな思い出がありますけどね、だから桜もほら、うん、これからどん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 まだまだこう北上していくわけでしょ、そうなんですよ、だからねこう見頃を忘れちゃった、見るの忘れちゃったとか、うん、あ、もう花見したかったって方はまずねこう次はどこだ、次はどこだで、そうね、追ってってもらって、うちの知り合いは弘前まで行って、あら、あの有名な桜を見るらしいですよ、いいです ねっていう人もいればね、だから本当なんかこう桜前線がとかいうニュースを聞くと、うん、ああもう春本番なんだななんていうのはね、うん、思い出す、ね、その思いますけどね、うんうん、それと同時に、ああ日本ってやっぱり風情があるなっていうふうに思いますね、そう、そうやって桜前線がどん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 北上していって、うんうん、今この放送というのは4月11日ですけれども、うん、今まさに見ごろを迎えている地域もあれば、そうだね、これからだよというところもあるし、もう終わったよというところもあるし、確かに、ね、来週再来週なったらじゃあもっと上まで行って、うん、東北まで行ったかななんてね、うん、思いますけどね、だからやっぱすごいな、素敵ですね、やっぱいいね、うん、なんかこれからねこうお花見する方も、はい、終わってしまった方は来年ね、またそうですね、確かにねこれからの方はねまた楽しみにしていただいて、はい、はい、ですね、うん、さあそれで曲いきましょうか、はい、サーカスでアメリカンフィーリング、サーカスでアメリカンフィーリングでした。
越えりフォークソングフォーユー。はい、ありがとうございます。爽やかですね。大好きこの歌。いいですよね、うん、元気になる。はい、今日もね、うん、CD を選んでくれたのはエリさんです、はい、何かこの曲の思い出は？ない。はい、特にありません。それではまた来週お会いいたしましょう。いやいやいや、ごきげんよう、さよなら。違う、思い出とかっていうよりもこの歌はね、もう元気になるの私。あ、それはあるよね、うん、確かにね。なんかこうドヨンってなった時もこれ歌えば元気になるっていう、うんうん、あ、そうですか。思い出はないんだけど、はあはあ、はい、じゃあねちょっとねそんなね、うん、ドヨンとした方からメールが届きましたんで、うん、ちょっとこれ解決してもらっていいですか？わかりました、はい、いいですか、はい、ラジオネーム西東京のはっちゃんさんから。はい、ありがとうございます。なごみさん、えりさん、こんばんは。こんばんは。なごみさん、えりさん、聞いてくださいな、うん、先日コンビニに買い物に行った時のことです、うん、アイスコーヒーを飲もうと思っていたら、うん、70歳くらいの男性にいきなり因縁をつけられ、うん、無視していたのですが、あまりにも理不尽なので口論になってしまい常連客でどうやら店員さんも太刀打ちできないくらい手を焼いているとのこと。私が外に出たら店員さんが謝りに来ました。相手の挑発に乗った私も行けなかったけど、その日は一日中不愉快でした、うん、お二人だったらどう対処しますか？悔しい。やり取りを店員さんが聞いていたので恥ずかしくてしばらくコンビニに行けませんてなわけで、なごみさんの弾き語りでさだまさしさんの天然色の天然石の化石をリクエストします。この歌を聞いてすっきりしたいということでねいただきましたけどね。もやもや残っちゃったか。もやもやですね。でもそのね、ま、売り言葉に買い言葉じゃないですけれども、うんうん、私だったら、うん、まあ、ちょっと申し訳ないけどちょっと無視しちゃうかもしれない。いや、このね、うん、この方も最初無視、うん、無視してたんです、うん、でもあまりにも理不尽なので口論になってしまったと、うん、もうそれでも私はもう多分、ね、しつこかったんだろうね、うん、だからしつこい人に関しては、うん、自分もやっぱり絶対うわってなっちゃうから、うん、これはすっともう逃げる。すっと逃げる、うん。でも一度ね、逃げれるかな。そう、一度私ね、うん、飛行機乗ってて、うん、まだ離陸する前なんですけど、うんうん、隣の人が、うん、まだ一人で福岡行く間があったんです。旅行があって一人で旅行に行ったんですけど、ほうほう、隣のおじちゃんがね、もう酔っ払ってんの。酔っ払い相手ね、うん、酔っ払いだったので、うんうん、酔っ払ってて、とにかく、うん、なんかこううるさい、騒いでる感じなんですよ、うんうん、で、そのうちそのまあキャビンアテンダントさんにね、うん、客室乗務員さんにわーわー言い出したわけ、はあ、うん、で、とにかくさ、うん、しつこいのやっぱり、うん、酔っ払ってるから。そうだね、うん、でね、私はここで、うん、まあ、私も着席してるし、うん、飛行機って指定席だから、はい、もう動けないじゃん。そうだね、隣の人も動けないじゃん、うん、席を代わってっていうのはできないですからね。できないから。で、これちょっともう聞いてたら、うん、腹立ってきちゃって私、うん、あんたのためにね、みんなね待ってんだよと。ほう、ふざけてんじゃないよっていう話に私は個人的になってしまい、うん、まだ言ってないその時点でまだ言ってない。まだ言わない、うんうん、でもこれ離陸しないなと思った、うん、ね、解決しないと。んで隣の人にね、うん、おじさんにね、おじさんとちょっと落ち着いてと、うん、ほうね、うん、ちょっと静かにしてもらえませんかと。ほう、うん、言った。なんだっていうか、いや、なんだよじゃないよと、うん、困ってるのみんなと、うん、まあこう抑えながらですよ、うんうん、ちゃんと1時間半経てば降りれるから、うん、確かに ね、だから乗ってて、乗ってたらね着くよって。ほう、まあ、何かちょっとその時にそういう感じだったんですよね。なるほど。で、私にどこ行くのって言うから、いや、福岡行きだよこの飛行機はと、うんうん、福岡だわっつって、うん、どこ行くのって、そんな停留所があんのかと福岡だよっつってこれバスかと電車かこれと、まあ、そんなねこう会話もしつつ、うんうんうん、でも CA さんもさ、やっぱすごくこう私に気使ってるわけ、うんうん、ちょっと申し訳ないっていう。そうかさ、対応させてしまったってことにね。そうそうそう、うんうん、で、まあ、ちょっとこう口論じゃないけども、うん、そのね、口論ちょっとなっちゃったわけですよ、うん、他のお客様ともあったし、うんうんうん、でそれ私がどう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 つって、うん、おじさんちょっと待ってと、うん、ちょっと落ち着きましょうって言って、うん、なだめて離陸できたんですけど。あー、すごいじゃないですか。
でその後、うん、やっぱり気使ってくれて、うん、後ろの席が空いてるので、うん、どうぞってあ、移動させてくれたんだ。移動させてくれたんだけどね。あ、そうなんだね、うん、そんなこともありましたよ。え、それは何？あ、それだけ？うん、あ、なんだ、それだけか。それだけ？僕はね、それだけ？それって、うん、何かこう騒いでる方がいらっしゃる、うん、離陸ができません、うん、離陸が予定の時間より遅れています、うん、みんな乗客も苛立ってます。そこで、うん、あ、松山千春ですって言って大空と大地の中で歌ったって、そういう話じゃなくて。違う。あ、それ違うんだ。千春さんは出てこない、そこには。千春さんね、出てこなかったな。なんだ、残念だったね。そう、だからやっぱそういうね、うん、多分だけどこのね、西東京の、はちゃん、はっちゃんも、はい、思ったと思うの、一瞬どうしようと、うんうんうん、言おうか言わないかどうしようと思ったと思うんだけど、うん、まあ、言うんだったら冷静に言わないとやっぱり口論になるし、私もだからすごい冷静にその時は言ったんだよ ね、 なるほどね。酔っ払い相手だからすごい大変なんだけど、そうか、とにかく落ち着きましょうおじさんって言って。なるほど、うん、それだ、うん、とにかく落ち着きましょうって言いましょう、これから、うん、ね、何かさ叫んでる方がいらっしゃったら。そうで、どうしたの、ね、ししって何があったんですか、うん、って話を聞いてあげて解決したっていう。なるほど、そうかそうか。じゃあその方向で私からは特にありません。その方向でいきましょう。何かあった、何かあったのって、うんうん、どうしたのって、ね、大丈夫って言うと、それでもさ、ほらさ、ね、お客さん対お店とか、うん、あ、お客さん対 CA さんとかだったら、うん、いや、ちょっと待って、何かあったのっていうふうにこう中立な感じで入れるけど、例えばじゃあ自分が、うん、原因で怒ってるんだとしたら、その場合どうしたらいいですか。それはもう謝るしかないんじゃない申し訳ございませんって。あ、そうか、うん、じゃあ自分が悪いなと思ったら謝ってください。そうだね、で自分絶対悪くないっていうんだったら落ち着いてその人よりも大きい声を出してしまうと、そうそうそう、さらに大きな声で返ってくるの で、 そうなんです。とにかく冷静に低い声で、うんうん、何かあったのどうしたの、かっこよくはなくてもいいんだよ。何かあったのかい、どうしたんだい、パンが120円だと思ったら150円だったのかい30円大きいぞつってそれでいきましょう。ね、まあ、だからいろんな方いらっしゃるからさ、ね、難しいところもあるけど、ね、でもやっぱり自分を守るためにも関わらないっていうのが一番いいのかなと思いますけれどね。まあ、そうですね、確かにね、うん、さあそれじゃあね、このリクエスト、うんうん、答えたいなと思うんですけれども、うん、天然石の化石なんですけれども、うんうん、これがね楽譜にありませんでしたので、ちょっと違う曲をやりたいなと思います。ありがとうございます。でまたこの春っていうフレーズが出てくる歌で、まあ、桜よりもちょっとこう、ま、前になってしまいますが、うんうんうん、梅が出てくる、お、まあ、飛び梅という曲をねやりたいなと思います。さだまさしさんの飛び梅ですね。はい、ではちょっと準備します。はい、お願いいたします。はい、できます。信じ池にかかる三つの赤い橋は、一つ目が過去で、二つ目が今、三つ目の橋で君が転びそうになった時、初めて君の手に触れた僕の指、手を合わせた後で君はみくじを引いて、大吉が出るまでともう一度引き直したね。上り詰めたらあとは下るしかないと、下るしかないと気づかなかった。天神様の細道、裏庭を抜けてお石の茶屋へ寄って、君が一つ僕が半分、梅がえ餅を食べた。
来年も二人で来れるといいのにねと僕の声に君は答えられなかった。時間と勇気の思い出という落ち葉を拾い集めるのに夢中だったね君。あなたがもしも遠くへ行ってしまったら私も人よで飛んで行くと言った忘れたのかい飛び夢。あの日と同じように今鳩が舞う東風吹けばこち吹かば君はフォークソングフォーユー。はい、ありがとうございます。はい、聞いていただきましたのはさだまさしさんで飛び夢という曲をカバーさせていただきました、うん、はい、ありがとうございました。さあね、このようになごみさんにリクエストもしくは CD これかけてとか、はい、あとはねメッセージもう常に受けたまっておりますので、そうですね、ぜひ名古屋入り各 SNS のダイレクトメールお願いいたします、はい、こちらに送ってください。 YouTube、Instagram、Facebook、X とございますので、はい、ぜひ名古屋入りで検索をしていただいてラジオネームを添えて送ってください。はい、よろしくお願いいたします。お待ちしております。さあ、そしてね、うん、先週の放送で、うんうんうん、呼び込み君を歌ったじゃないですかでそれに対してその呼び込み君に歌詞をつけて 歌うというのを広めようとしている私の友達からですね、あ、全然広まない方 ね、はい、ですね歌詞が届きました。お、まずですね、失恋君というのがありましてこれがですね、悲しければここでお泣き涙拭くハンカチもある涙拭く椅子もある愛が壊した Like a Virgin 涙忘れるカクテルを作れという、それと同時に水割り君というのもありましたね水割りをくれ涙の数を今夜は酔ってみたいの振られたんじゃないわよ私が降りただけそうよ私ダンシングドールですかねこれね、ただのこれメモリーグラスじゃないですか、うん、ねえ、おかしいな。そういうことですよね、これね。本当にでもみんな上手だな作るの。そうで、さらにですね、うん、入間の西庵からもお来ておりましてね。西庵、あ、もう作詞、はい、それがですね、うん、リスナーさんからメールがあ、じゃあこれに2番だ、2番ドエスナエリちゃんドエムナナゴちゃんピコピコハンマー参上番組の中でとちってしまうエリちゃんハンマー振り上げリスナーさんからメールが来たよなぜだかいきなりやつ当たり俺バナナおたくさん買ったよエリさんご機嫌直してねという何そういうどんな歌やの、来とりどんな歌なのね
ね、もう呼び込みくん、何の呼び込みしてんのこれ。よくわからないですけどね。呼び込みくんっていうね、名前あるんだけど呼び込めないっていう、何 もはや呼び込めないです ね。そうですね。なんだかんだみんな楽しい歌詞作ってるじゃない、はい、まあそういうことですね。もうこれからねスーパーに行けばちょこちょい流れてるから、その場で即席で作ってみてください。そうだね、結構面白いよ。確かにね、うん、そうですね、じゃあそういう遊び方をこれからもやっていきましょう、うん、そうだよ、スーパーに行きながら、ね、お肉買う、人参買うとかさ、じゃがいも買ってカレー買ってとかさだけど今日はシチューにするよとかさ、なんてやねんですね。なるほどね、あ、そう、献立を歌っていくみたいな、ね、そうそうそう、あ、なるほどなるほど、うん、あ、それもいいです ね。ちょっと買い物が楽しくなりそうですね。そうそうそう、だから自分でリスト作るじゃない、うん、これ買うものリストの、あーはーはー、 そうなんですね、それを歌にしてみるとか、あ、なるほど、いいじゃないですか、ね、面白いじゃないですか、それも楽しいかもよ。あ、なるほど、なんかほら、ね、世間一般の主婦というのは、うん、毎晩のその献立を考えるのにこっちは大変なんだよという話をよく聞くじゃないですか。大変なんだよ本当に。やっぱ大変ですか、うん、ね、だそういう時も、うん、その呼び込みくんの歌とともに、ね、あ、今日これを買ってこようかなみたいな、そんな感じだとちょっとその毎晩の献立を考えるのが楽しくなりそうな、なんかどっちが主になるか分かんないよね。なるかな。歌ばっかり入っちゃってねえ、でなんだっけこれ献立ってなっちゃうかもしれないね。さあさあ、まあね、お別れの時間が、はいはい、もう来ておりましてね、はいはいはい、明日12日金曜日なんですけれども、うん、田無の駅前にありますアスタ専門店街2階センターコート、うん、これショッピングセンターの中なんですけれども、はい、2階の広場を使ってですね、うん、イベントが、うん、あります、これは毎年4月12日に西東京市は平和の日と、まあ、制定しておりまして、その日を周辺にパネル展示だったりそれから式典そしてイベントを開催しております、うん、今年は僕は金曜日の2時から、はい、明日ですね、うん、2時から歌いますので、はい、ぜひお越しください。入場料無料でございます、はい、お待ちしております、はい、続きまして、はい、4月14日日曜日になります午後1時30分から東久留米市西部地域センターにて、歌声広場名古屋入りが開催されますよ、はい、これ毎月ね行っている第2日曜日に行っている会なんですけれども、はい、懐かしのフォークソングを名古屋さんのギターのね、うん、伴奏でみんなで歌おうという会となっておりますの です、ね、こちらも、はい、4月14日1時30分からです。お待ちしております、はい、よろしくお願いいたします、はい、料金は300円になります、はい、はい、ということで名古屋入りフォークソングフォーユー今日はこの辺でになります、はい、もう桜がね、うん、もうだいぶ散っておりますけれども、うん、まだまだ花見行けるんじゃないですか。行こうか、行ってみるか、行ってみるの、じゃあ行ってみよう、はい。